道路除雪計画の概要につきまして、岸田副社長の方から説明させていただきます。よろしくお願いします。それではおはようございます。私は道路管理担当の副所長してます土田と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは私ども長岡国道事務所の道路除雪計画の概要について説明をさせていただきます。まず対象路線ですけれども、国道8号、17号、116号の3路線、合計212.5キロのが対象になります。その対象路線はですね、長岡維持出張所、柏崎、湯沢、小出、維持のですね、4出張所によりまして、除雪を行います。工区は10工区、すべて10工区でありまして、そのうち路線の4車線区間は 51.7 キロ、バイパス区間は 6.1 キロとなっております。特に私どもの17号の湯沢町から三国峠の間は26キロで約700メーターの標高差がありまして、特にこの区間の除雪がに苦労しているという苦労するというところであります。除雪目標ということで、対象路線の全区間について、常時2車線以上の覆員を確保するということを原則として、を目標として掲げております。詳細な混沌の除雪の重点項目は6つございまして、まず1つ目が情報の収集提供の充実ということで、気象観測装置、テレメーターやカメラをですね、使いまして情報を収集し、情報版、ホームページ等を活用し情報の提供を充実させていきます。で、2つ目は途半車線対策の推進ということで、緊急的には除雪機械による牽引によりまして車両の排除を行うというようなこともあります。通常は凍結対策防止剤の散布によりまして迅速に途半車両が生じないよう対策を進めていきます。チェーンの装着につきましても事前の PR 等で早めの装着を依頼するなど徹底を図り対策の推進を進めていきたいというふうに考えています。3つ目ですが、情報の連携強化ということで、関係機関との連携ということで市や県、高速道の JH さん等ですね、連携を深しながら進めていきます。特に高速道路については国道と並行をしていますので、特に関係が重要であるというふうに考えております。4つ目ですが、山間部を抱えますので雪崩発生の危険箇所が多く、雪庇処理の等のですね、監視調査を強化を進めます。専門業者による監視巡回等のですね、強化を図りまして、必要によってはヘリパッドの監視等もですね、行う予定であります。それと5つ目ですけども、歩道空間の確保の推進ということで、雪道計画に基づきまして、歩道の除雪の推進を行います。またボランティアさん等のにも協力していただいて歩道の除雪を行ってまいります。最後の6つ目ですけども、地域特性に対応した取り組みということで、市街地では除雪の出遅れがないようですね、出遅れますと圧雪ができますので、圧雪ができないよう出遅れに注意しながら行います。
山間部では先ほどの途半不能な車が発生ができるだけ少なくなるよう凍結対抗車の散布等に力を入れて地域に即した対応を図っていきたいというふうに思っております。具体的に歩道除雪ですけども、各市町村が中心となって作成します行き道計画に基づきまして249箇所 164.7 キロを実施する予定であります。この延長は幅 1.5 メートル以上の歩道の延べ延長の約 62% に当たります。除雪機械ですけども、除雪機械は除雪トラックをはじめ6機種の合計126台で除雪作業に当たります。今年更新をしたものは新しく更新したものは除雪トラック2台、それと小型除雪車、歩道除雪に使いますが1台、合計3台を更新しております。除雪体制ですけども明日11月1日から雪害の恐れがなくなる間、ほぼ5月になると思いますが、事務所長岡国道事務所において道路雪害対策支部を設置いたします。体制はこれまで通り平常注意、警戒非常と4体制で、設定をします。除雪の区間は4出張所で10工区10ステーションで実施をいたします。その他、専門の雪庇処理業者さんによって、斜面の点検等を行います。高速道路県市町村とも、また所轄の警察さんとも連携を図って円滑な交通を確保に努めます。続きまして防雪施設の概要でありますけれども、通常防雪施設、消雪パイプが主体となりますが、スノーシェッド、道門等でですね、による対策を行います。情報収集施設ですけれども、CCTV カメラ、道路の情報を収集するカメラですが、とかの情報は、を集めまして、より詳細な情報を集めていきたいというふうに思っています。それらを情報提供ということで各道の駅に設置されておりますモニターや道路上にあります道路情報板など路側放送も活用しながら情報提供に努めてまいります。その他に、そのライブカメラ各管内11地点で路面状況が確認できますので、それらをホームページでですね提供するなど情報の提供により努めていきたいというふうに思っております。先ほどの歩道除雪のボランティアサポート、ボランティアによる除雪でありますけれども、長岡維持管内国道8号になりますが2箇所、長岡市の関原と大住地内で協力をいただいて除雪をやっていただくと、協力していただくということで進めてまいります。途半不能につきましては事前に早めのチェーン装着等の依頼をお願いをするために新聞広告やそれら のホームページ等でチェーン着脱所の位置やですね、不能者が発生した場合の被害というものを情報を提供し早めのチェーン装着をお願いしていきたいというふうに思っております。
まあ、参考資料でありますが、まあ、これまでの除雪の機会であります。実際大雪になりますと歩道除雪もですね、なかなか困難な状況にもなる。また雪庇処理もですね、斜面の上で、なかなか危険な作業になると思いますが、行う必要があります。交差点除雪やトンネル内のつらら処理も必要になります。また幅の広い、バイパス等の除雪にあたりましては、除雪機械の停断による除雪を行っていく必要があります。まあ、さらに、本線の雪が多くなりますと、まあ、拡幅除雪や運搬排雪というような作業も必要となりまして、地域の皆さんから協力をしていただきながら進めたいと思っております。これが凍結防止剤散布の状況です。まあ、そのためにも、まあ、除雪は24時間体制で、進めるわけですけども、これまで、除雪機械等の整備につきましても、これまで、取り組んでまいりまして、除雪期間中も点検を十分して除雪に備えていきます。これはこれまでの積雪、まあ、累計積雪等のですね、グラフでありまして、赤が昨年度、赤が昨年度の積雪で、棒グラフ、棒グラフ、折れ線グラフの黒が昨年の累計降雪量になります。4出張所地域によって異なる、まあ、形状をしておりますので、それぞれの、まあ、その年によって特徴が違ってくると思います。以上が長岡国道事務所の除雪計画の概要であります。どうもありがとうございました。はい、それでは質問等ございましたらお願いします。それでは以上をもちまして、計画概要の説明を終わりたいと思います。大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。おはようございます。おはようございます。明日から、雪管体制が始まるわけでございますが、今日は除雪の出動ということで、恒例となっております。長崎県は、申し上げまして、非常に早いと考えます。まずは、まあ、皆様、昨年、今年と除雪作業をまずは引き受けていただきまして、大変感謝しております。同時に昨年の雪に対してもですね、交通の確保はしっかりなされましたことに対しても感謝申し上げたいと思います。さて、長岡国道事務所の除雪の管内の状況でございますが、管内210キロをございまして、10工区プラス、まあ、斜面の関係の業者さん含めてですね、やっていただいているわけでございます。さらに、地元のボランティアサポートの皆さんから歩道の除雪についてもやっていただいているわけでございます。大変感謝しております。今度もまたよろしくお願いしたいと思います。で、我々管理している国道でございますが、距離にして210キロですが、
まあ、いろんなあの国のデータを見てみますと、そこを使っている道路というのはですね、分担でいうと約6割以上が国道が担っているということで、特に身近な生活道路にもなるわけでございますし、大都市と結ぶ物流、観光の重要な幹線道路になっているということで、まさに地域の生命線ということと、全国のその重要な路線ということでですね、直轄国道についてはですね、止めないということが我々の使命ということで考えていただければと思います。で、あともう一点、最近いろいろゲリラ豪雨とかですね、そういう気象状況いろいろ変化がございます。今冬はどういう状況になるか分かりませんが、皆様の職員とですね、皆さんと一丸となって市民生活を守るという意識で取り組んでいただければと思っております。除雪体制書かなければなりません。そこしか7ヶ月くらいまだ注意していただいてですね、除雪作業等を含めて行っていただければと思います。よろしくお願いします。前澤様より、管内警察署を代表してご挨拶をいたします。皆さんおはようございます。長岡市交通課長の海山と言います。ご参席の皆様たちにあってはですね、日頃から警察業務各派にわたりまして、ご支援、ご協力を賜り、まずは御礼申し上げます。今年はですね、いろいろ情報によりますと、平年並みもしくは、気温が低いというようなことも言われております。夏場はですね、非常に不安定な、夏場で、8月以降、気温は上がりましたが、長期のその降雪量なんかもですね、見ますと、予報を見ますとですね、大雪だというような情報もございます。非常にですね、私は長岡の勤務は初めてですけども、いろいろ冬場来ましてですね、非常に除雪が綺麗だと、素晴らしいというふうな印象を持っております。新潟、今まで新潟私おったんですが、非常に新潟市のですね、除雪なんかと比べ物にならないくらいですね、非常に、よくやっていただいております。皆さん方もですね、仕事は市民のですね、生活の支え、あるいは経済活動のですね、支えとなっておりますので、どうか、その辺をですね、認識していただきまして、頑張っていただきたいと思います。次に多いのがですね、駐車車両を設置した、あるいは電気とかですね、今年は、来月ですね、来月24日ですかね、フェニックス大橋、東西道路、相模湾バイパスのですね、開通も予定されております。長岡市の交通量がですね、大きく変わると思いますが、ぜひですね、事故のないように、設定期、来年の3月までくらいとなりますけども、ちょっとよろしくお願いします。以上になります。ありがとうございました。引き続きまして、除雪業者を代表して福田道路株式会社現場代理人小林明様より、本当の、除雪作業に挑んでの決意表明をお願いいたします。決意書。私たちは長岡国道事務所管内の3路線、一般国道8号、17号、116号の総延長 211.4km にわたる国道の除雪作業を行うにあたり、この国道が県民生活、国内流通の基盤を支える大動脈であることを強く自覚して、冬期間道路を利用される皆様の安全かつ円滑な交通を確保するために、昼夜を問わず24時間体制で臨み、過去の豪雪の際に培った技術と経験をもとに、さらなる作業の円滑化に努め、安全作業を常に念頭に置き、無事故無災害で来春3月の工期完了を迎えられるように、作業員一丸となり努力することをここに強く決意し表明いたします。平成25年
10月31日受注者代表福田道路株式会社宮本工区現場代理人小林明。はい、よろしくお願いします。します。今ほどですね、代理人の方出ております。今日ですね、出動式無事に終えたんですけど、今日終えたということはもう明日から出動できるんじゃないか、そういうふうなですね、心構えになっていただいているんじゃないかと思います。降雪の初期はですね、暖かい時っていうのは雪が重かったり、あと車のタイヤがですね、乾くのになると思います。早めのですね、準備っていうのは大事だと思います。放置して客観的に対応するということがよく言われております。早めの準備は受けたらというふうに思っております。これからですね、降雪期を迎えて大変になってくると思いますけど、ここにお集まりの皆様、あと除雪作業、斜面接作業をされる皆様のですね、作業員の健康とですね、今年1年の作業のですね、安全、無事をですね、祈願しまして、参謀記念を行いたいと思います。ご唱和お願いします。よThank you.
この機会は、電車の運転の関係者に協力の凍結金交渉を進めます。この機会は、自動運転に道を持たれているときに、電車会が、特に雇用会社を特定的な事業に行っております。